はい、というわけで、くまさんのポッドキャストも時間でございます。おはようございます。5月の9日ですかね、火曜日でございます。寒いですね。僕の作業部屋の中も寒くてね、なんかもう1枚着てますよ、分厚いやつを。さあ今日はですね、昨日言った通りですね、広報誌見てまいりましょう。自治体が発行している広報誌、こちらはですね、その町の今が分かるということで、紐解きながら今の自治体、今のね地域を見ていきたいと思います。やっぱりね、風邪ひいちゃったのかな、声があんまし出ないんですよ。ちょっときついですね。今日はですね、愛川町です。愛川町の5月の広報誌を見ていき、前回結構長い中で相模原の時ちょっと短めにパパといこうね。はい、さあというわけで、今日は、愛川町の5月の広報誌、5月1日に出たやつですね。ドミニカ共和国副大統領、愛川町に来たるということでございます。なんか愛川町の広報誌のレイアウトも結構斬新だよね。まあ、ドミニカと愛川町の結びつきというものは本当にね、深くなっています。まあそれもこちらもね、もうナイスミドルの高田さんがね、もともとフルハーフで働いていたこともあるということで、外務次官だっけな外務次官ってね、ちょっと忘れちゃったやつ、高田さんしか覚えてないんだけど、でドミニカとの結びつきが強くな、まあ、愛川町はね、海外の人が多く住んでいるという特色もありますから、まあ、こういったところはどんどん出していってもいいと思うんですが、まあ、川崎選手ですね、まあ、僕らにとってはソフトバンクというイメージがありますし、鹿児島ですから、ね、僕も鹿児島生まれですから、同じく薩摩の一郎と言われてました。川崎選手来ましたね。川崎宗則選手が令和3年度ラテンアメリカの子どもたちの野球教室、これ坂本の体育館で行いました。これ取材に行きましたね。でこの令和4年度は高規格救急車の寄贈、これ愛川町で使わなくなったものをドミニカに送ったということでございます。これまだドミニカにはついてないんだよ確かね、令和4年度ですから、結構大変だもんね。どうすんだろう、船便だよね飛行機無理だもんねこんなんね。でドミニカ共和国の副大統領が愛川町に来ました。レセプションとかありましたね。やっぱりこうやってね、まあ、本当だったら大統領が来る予定でしたが、まあ、いろいろあって副大統領、大臣、大使ということでございました。これだけでもすごいことですよ。これね、小野沢町長の後ろあたりに僕がいます僕がいます。これ取材行きましたね。多分ね、これがね、最後の取材だったのかな、僕にとっては。FM 相模でもね。愛川町の未来を描く新しい総合計画がスタート、第6期となります。この写真ですよね、富士山が見えて、内陸工業団地があって。アンバラの町並みも、これね、宮ヶ瀬ダムがここ、これ多分宮ヶ瀬ダムだと思う、ここ。これも見えるということでございます。まあ、総合計画というのは今後12年間の愛川町の町づくりの方向性を示すものということでございますが、人口減少や少子化、少子高齢化の問題に加え、アフターコロナ、だからこれがね、新しくね加わりましたよね。でコロナによっての物価高騰や社会基盤の再構築、まあ、本当にウクライナの問題とかで物が入らないとか、物価が高くなったとか、コロナでね、人の結びつきが薄くなったとか、いろいろありますから、各自治体、こういった、ところを踏まえながらの総合計画ということになります。まあ、こういう感じですね。12年後ですか ?10 年後?結構昔の前の話で、こう先の話だけど、こう今のうちやっとかないといけないことも多いんだよ、多分ね。少子高齢化、どこでも叫ばれますね。4つのプロジェクト、重点的プロジェクトは、緑とゆとりの安全安心プロジェクト、ゆとりと光の健やかプロジェクト、そして光の希望プロジェクト、光と共生のサスティナブルプロジェクト。じゃあまた難しい字使うな。ね、ダイバーシティ、インクルージョンや SDGs、横文字が並びますな。光って言葉多いですね。
まあ、未来を担う国、僕はここがちょっとね、こことこの3、4がね、気になるところはね、子供いますから、そしてまあこういったね観光、そういったところも気になりますね。まあ、SDGs とはと書いてありますね。総合計画終わって次は出ました元気券、全町民3,000円分、これ僕ももらいました。まあ、全部余命年の横流しになりましたから、僕全く使ってませんねこれね。これ何回目だ、4回目いや、これだから結構ね便利なんだよ。たかが3,000円、さると3,000円ですから、結構愛川町いろんなところで使えますからね。これが7月から引き換えできるということです。でバスの運賃ですか、これは女性系ですね、交通系の。やっぱ愛川町はね駅がないですから、こういったバスとか、通学に関する女性っていうのは、これはちょっと大事なところですね。こういったのはね、あの変な話、もらえる分はもらっといた方がいいですよね。後になって知らなかったっていうのはね。あ、そして先ほど表紙のここですね、ラケル・ペーニャ副大統領が愛川町を訪問しました。はい、高田大使だ大使だね ラケル・ペーニャ副大統領とパベル・イサ・コントラス経済大臣、ビクトル・ビソノ産業大臣、ロバート・タカタ中日ドミニカ共和国特命全権大使。すごいよな、特命全権大使ってどんな。いやね、タカタさんの話聞いてみたいよね。愛川町にいたんだもんね。どういうつながりでなんだろうか。まあ、フルハーフで働いてましたっていうのはね、ここだから3、4年の話だよね、高田さんが出てきたのは。いやこれいいです、こんなに遠いんだよ。ドミニカって野球しか分かんないな、 WBC のね。中南米か、いやちょっと行ってみたいね。震災用職員ということですが、あ、女性消防士ですか。いいですね、役場の仕事も大変ですからね、少しでも楽になってもらいたいですな。ほんと夜10時ぐらいまでできててるもんね。そして愛川町、ゴミゼロクリーンキャンペーン、5月28日日曜日となっています。1回だけ参加したのかな。今まで日曜日結構主催だなんだと多かったですからね、ちょっと今回は参加しようかな。そして越境した樹木の枝の切除に関するルールが変わります。これは何か見たな、テレビで。今までは切り落とせなかったんだよね、越境した時には相手側に切ってもらわなきゃ。でもこうなった場合は、こっち側の家が例えば空き家だった場合、誰に許可取っていいか分かんないってことじゃないですか。そういう時のために、樹木の所有者枝を切除に摩擦した時に所有者切らなかった、所有者が分からないで切迫した事情がある時ということ。まあ確かにそうだよね。これだってこっち側の人も損だよねこっち側の誰、誰も分かんないし切らないしなったらさ。これね、うちもね桜の木があるから分かるけどさ、虫とか実とかあと花ね、花も結構落ちるんだよね。で結構あの車とかにくっついちゃうとあの掃除が大変なんですよね。これはいいことだと思う。今までこうなってなかったのが不思議だよね。これお隣さんとのなんかトラブルをね、よくあるよね、勝手に切っちゃったとかさ。これ根っこはどうなんだ、根っこここ出て根っこも切っちゃっていいのかなこれ。ちなみに町職員による樹木の伐採できませんと、まあ、当然ですよね、はい、そして、こいのぼりですね、これも終わっちゃったのかな。QR コードで徴税の納付ができます。
なのか進んでるな。軽自動車税種別割が免除になります。税に関するお話多いですね。愛川町消防団の皆さんですね、これね。いやすごいですよ、勤続20年ですよ。いやすごい、いやお疲れさんでございます本当に。やっぱこの候補者は持続可能な街づくり、またこれも SDGs の一つですよね。この話多いですね。ついガス株式会社東京ガスとの協定を締結となっています。100歳のご長寿ですね。いやめでたいですね。そして教育委員会表彰ということで、たくさんの方が表彰されてますね。前は取材に行ってたんですけどね、もうフリーになったらもう情報すら来なくなりましたねもうそういうもんなんだろうね、フリーってね。前は情報が来てね、いや誰も来ないんで取材来てくださいよって言われてたけどさ、いざもうフリーになると情報すら来なくなったね、そんなもんなんだろうね。でも相模原と町田はちゃんと送ってくれてるんだよな。なんで相川町送ってくんないんだろう。まあいいや、愚痴は財政状況、こういうのを見てもねよくわからないところはあるけど、どこを見ればいいんだろうな、こういうのって。やっぱりこの一般予算額と収入と支出のとこですよね。予算に対してだから 95.5% まだ収入できてないってことでしょ。でまだ全然 13% ぐらいまだ使ってませんよってことですよね、これやっぱしピシッと使わなきゃいけないことなんだろうな、予算だからね。なんかちょっと難しいことが並んでるな今回なんか難しいな。賃貸対象表と行政コスト計算表、あでもこういうのがあるんだね。そしてこういうのを出してくるんだね。行政コスト、行政コストは資産の形成につながり、町民への行政作業にどれだけコストがかかり、それをどのような収入で賄ったかを示すものということですね。高いのかいやこれだから比べるものがないから分からないよな。一般会計で140億円となり、行政サービスに対する使用料や手数料などの計上収入は5億円で、差額の136億円は徴税収入あということね。なるほどなるほど、そのこっちはじゃあ税金ですよってことだね。こっちはちゃんとした収入ですってことか。え、こういうもんなんのかな、なんか140億円のうち5億円しか儲かってないんだっていうのはどうなんだろうね。でも町のやることだからこういう感じなんだろうな。はい、横断旗、あこれもね行きたかったね、取材ね。4月13日でした。だっけだっけ、行ったような気もする。あれ違うか、あれ相模原か、相模原だね。なんか行ったような気もするなこれ。もう随分もうなんかそういう取材してた頃が過去のような感じがするな。あそしてこれです、これはもう相模原も関係あります。午後27日ツアーオブジャマー相模原ステージ、これだから相模原は相川町は一部ですね。これ半端の日向のここがここから津久井に行けませんよってことなんですよね、でまあこの辺戸屋とかこの辺ももうダメですねってことだけど、これ迂回するとどうすんだ。これ津久井に迂回するとなるとこっち西長野のこっちは違うんだよね多分ね。こっちかこうぐるっと回っちゃうしかないのかか、高速使って高速使っていくかこれちょっとでもまあそんなに長い時間ではないといえどもだよな、大規模だよね5月27日。
健康に関するページです。これ前から健康ポイントとかねありましたね。ここイベントですね、健康に関するイベントのところです。やっぱねこういうね細かいイベント情報は広報じゃなくて載らないよね。6月4日は健康フェスタです。あ、クイーンちゃん来ますよ。山田邦子さん、山田邦子さんもね病気してましたからね、面白いんじゃないかな。毎回すげえ消しとくんだよねこの健康ベストアイカあ、M1 グランプリ審査員書いてますね。あとのど自慢のゲストも出てるんですね。もう僕らの時は山田かつてないウィンクでしたよね。山田かつてないテレビ、もう本当に女性の芸人さんといえば山田邦子だったよな、パイ釣りを考えたのもそうだったよね、そしてこれも健康に関することですね。こういうね、こういう子供を持つとねこういうとこ気になるんだよな。健診ですね、町民相談、あ、こう教育相談ってだよね、意外と分かんないこともあるからね。昔だったらまあまあいいんじゃない大丈夫だよって言ってたこともね、意外とそこはね相談するで解決することもありますから、はい。スポーツ施設、志田運動公園ってどこだ、ここ分かんねえな。相川町の候補はカラフルだよな。やっぱしね、相模原が70万人だけど相川町4万人だから、その分こう丁寧に、まあ、築地ですね、ですね、なんか丁寧に作れるのか。あ、お楽しみクイズ、町では本年度から10年間だったら今後の町歴史に第6次相川町総合計画を策定、その結果の正面だったり町民の皆さん愛される相川町と目指すべき姿として、光、緑、ゆとり、ほにゃららと、なんだっけなんだっけ、一番最初か、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。どこ？光、え？どこからそれ？え？答え載ってないんじゃない？光、え？え？ど、載ってる答え？あ、これか。そんな今見えた、これか、いや、これが共生の町合いか、これが大事なんだね、こういう町になりますよと。そっかそっか、ここ飛ばしてたね。光は町の活気、緑は、町の豊かさ、ゆとりは心優しく支え合うということです。これが一番大事、これこれみんな覚えてて、12年後これやるから。相川町戻ろう戻ろう。で、あとはお茶の間通信、前は以前はねお茶の間通信は別で出てたんですよね、まあ、一緒になってます。あ、FM ホットさんに出てます、僕担当だったんだよこれこれちゃんとやってんのかな。ここにも出てますね、今日だ、今日明日だ、白山ダムの洪水対応演習、これちょっと明日見に行こうかな。何時からやってんだろう。はい、催し物ですね。5月7日までは終わっちゃってるこれ。これ、つるしみな。町議会との意見交換会、5月19日行われます。金曜日か。荒れるんだよね、これね。もうなんかもう町議で皆さんがサンドバッグ状態になっちゃうからな、まあしゃあないよね、ガス抜き的なとこもあるんじゃないのこれは。やっぱしでもちゃんと聞いてもらいたいね、今年選挙ですから、で町の人もぜひここに行って、判断をしてください、いろんなことのね、はい。ということで野鳥か、郷土資料館の季節展行われてます、13日土曜日から
今度の土曜日からですね。イベントほど結構やってんね。音声ボランティアの養成講座行こっかな行こっかな行こっかな。いやでもな、僕原稿読み下手だからな。大河公演のイベントも書いてますね。イベントこと多いな。あ、そして最後のページです。まあ、こういう感じでやっぱイベント多いですね。大きなイベントはないんですけど、こう相談事とかそういったことが多いっていうことです。はい、で、うわ、これ愛川町ホームタウンデイ。愛川町超SE 相模原ホームタウンの一つなんですよ。500名ですよ。いやこれ多くね。しかも宮崎の戦いじゃん。相模原に住んで仕事をしていた僕が愛川町に住んでて宮崎出身ですという、これはまさに僕ですね。これこれ僕ですね。これは行かなきゃいけないんじゃないか、うん、どうしよう、申し込もうかな。1枚か、ペアじゃないんだ。うーん、うちの家族行かねえかな。行かないんだよね。はい、というわけで、見てまいりました愛川町の広報でございます。まあね、僕は愛川町住んでますからより身近に見ていきましたね。ほんといろんなことやってますね。こういうのってホームページに載っけてないこともあるんですよ。なのでこの広報誌でしかその情報は拾えないってこともあるので、僕も取材の時にはよくネタとして、広報をくくってましたね。まあなんといっても総合計画というのは多分相模原も町田も、清川村もここで出るんじゃないかと思います。で12年後ってね、意外とすぐですから、はい、オリンピック3回ですから、だからうちの息子はちょうど大人になる時、17歳になる時ですから、そういう意味でもこれね、将来的に町がどうなってるのか、まあどうせその通りいかないだろうなってのもありますけどまだ12年だから12年後をね想像してた総合計画も見直し見直し見直しですから、ここにちゃんと光緑ゆとり強制ない町愛好って書いてあった、はい、というわけで、今日のまた23分も喋ってたが、今日の、熊さんのポッドキャストは愛川町の広報を見てまいりました。ぜひと皆さんもね、ご自分がお住まいの町の広報誌ご覧ください。やっぱ声が出ないなというわけで熊さんのポッドキャストでございました。また明日お会いしましょう。